吉さんまあ全ては結果論なのかもしれませんけどもね自分の過去が今を育んできたという結果論の付け方もありますし自分の過去がこうだったからいまだにそれが王を引っ張ってね今でも浮かび上がれない自分を作っているんだというふうに考えることもできます、まあ、少なくとも人間は生きている限り過去が無数に積み重なっていきますから結果論と言えなくもないんですよただ私はね こういう発想をちょっと前に進めた考え方を随分前に知ることになりましたそれはマージャンを通じてなんですけどもマージャンって基本的にはプレイしてね1人しか上がらないんですよで優勝する人は1人なんですよ4人やりますけどもで上がった時になこうなると思ったんだよって言ったらそれは結果論じゃないかよとかいうことがあるんですけどもそういったやり取りの中でね ちょっと変わったメンツとやった時に同じようにねまあ結果論としてはそういうふうな考え方もあるけどねっていう,うに話したらその方はねちょっとレベルの高い人でそうだよと結果論なんだよその結果論をやる前に分かってるからプロなんだよっていうふうに言うんですよ <laughs> これ面白い考え方ですよね結果論をやる前から分かっているとだからそもそも相手を選ぶっていうことなんですよね あなたとやっても100回やって100回私が勝つからやる必要ないよねって言って結果論を先に論じて対戦を避けるっていう人なんですよでやってみなくちゃ分かんないっていう人はまだそのレベルだよと <laughs> やってみなくちゃ分からないんだったらまあそのレベルだよねって俺たちはやる前から結果論が分かるからやらないんだよとで結果的にうまくいくと思うからやるんだよつまり的を射るっていうのはねピュッと弓を引きますよね 当たってから手を離すんだって言うんですよ。当たってからいるわけだから外れるわけがない。と。でもそれができるのはたった一人だって言うんですよ。そのたった一人になるために勝負事ってあるんでしょ。みんなが勝てるんだったら勝負じゃないよっていう言い方なんですよね。言ってらっしゃい。